メインイベント田中道徳海援隊道場所属ラストマッチ30分一本勝負。
高藤が135センチ、77.7 キロ、高道のくレジンの飲み話ダメyeah
Yeah.
Let's go!
吉田Yeah!
Yeah!
後ろ、後ろ行った。
は、まあ、何もありがとう以外の言葉なかったんですが、まあ喋れないぐらいボコボコになると思うんですけど、喋れるんでちょっと喋り出したら止まんなくなると思うんで短めにしますけど、ちょっと喋っていいですか。滝沢、吉田、俺ごときに、俺ごときしとねえのに、おい、30分ギリギリ、俺があと10秒ぐらい頑張れば引き分けだったぞ。なあ、俺ごとき、もう早く倒さないと、喋れないぐらいぶっ潰してくんねえと。滝沢、お前はでかいし運動神経もいいしセンスもいい、だけど大技が多すぎるんだお前な。今日見せたようなよチョップがあるんだお前、チョップが一撃さささなるなんて簡単なことないだろな。お前は技に取る必要ないよ、チョップ磨いてもっともっと大きくなってくれよ。マシモ、お前は完璧って言っていいほど頭もいいし練習熱心だしとても強いレスラーだ、何年か前海援隊道場が危機になった時二人に組んだこともある、鈴木軍として組んだこともある、お前の頭今分かってる。でも何が足りないのか多分分かってると思うよ。これからお前はキーマンだよ。そこ気づいた時点で改善すればここはもっと良くなるよ。その時こそお前は完璧になる時だよ。吉田、お前は若いけどいろんな経験積んだはずだよ。その経験を持ち帰って反映して今後に生かせば、お前さえいれば海援隊道場は大丈夫なはずだよ。他の選手のみんな最後だから代表らしいこと言わせてもらえば、これだけ立派な道場があって必ず毎週ほぼ毎週試合がある、こんな恵まれた環境にいるってのを忘れないでほしい。道場なんて練習できないレスラーもいる、試合も全然ないようなレスラーもいる、その中で毎週試合があっていつでも練習できる環境がある、そこに甘えているレスラーいないか。なあ、いるよな、体見れば一発で分かる、試合見れば一発で分かる。なあ、道場があるありがたみもう一度考えろ。プロと名前つく以上プロレスラーなんだよ。高いお金払ってお客さん見に来てんだよ。そういうお客さん裏切らないようなレスラーになる環境は整ってるはずなんで、プロとして恥ずかしくないレスラーになってください。スタッフのみんな、約17年以上か俺のわがままに振り回され付き合ってくれてありがとう。そして豊田館長、4年前ぐらいですかね、あなたに出会わなければここは終わったと思います。会長には最後押し付けるような形になったかもしれません。だけど俺は必ずその恩をいつの日かもっと大きな形で返しに来ます。その時まで海援隊道場よろしくお願いします。そして今日集まってくれた前のお客さん、数ある団体から海援隊道場を選んでくれて本当にありがとうございます。俺は常日頃お客様満足度ナンバーワンのプロレス団体にしたいって思ってやってきましたけども、俺自身がそれを崩していたのかもしれません。これからは海援隊道場の象徴でもあったかもしれないけども、マイナス面の象徴でもあった
高見城がいなくなって、きっと海援隊道場は良くなるはずです。こんな素晴らしい団体ないと思います。若手が毎年入って毎年デビューして、これからもこの海援隊道場をよろしくお願いします。そしてレスラーのみんなはここで学んだこと、海援隊道場いつも忘れずに、プロだって胸張っているようなプロレスをしていって、俺らやめなきゃよかったって後悔するような団体にしてください。この業界とても狭いんで、どっかでまた会うこともあるでしょう。早速名古屋大会では俺は参戦するんで、今後とも何かしら業界にいる以上接点もあると思う。俺はプロレスはやめません。やめろって声もあるのも聞いてます。ただ俺はプロレスにしか生きれない、プロレスでしか正直に生きれない男なので、生涯現役で死ぬまでプロレスやるつもりなので、いつかまた大きくなってここに来た時、また皆さんに会えたと。そして通常のチーバトル、他ビッグショー、皆さんいつも来ている方はご存知だと思いますけども、お客さんの入り100人満たないことが多いです。この会場が毎回満員になるように、これから俺が抜けたことによって選手スタッフ一丸となって、俺が成し得なかったことを残った人間がやってくれると思います。中にはやめる人間が何調子いいこと言ってたって人もいるかと思います。それではそれはそれでいいと思います、俺は俺の道を進んで海援隊道場に負けないよう切磋琢磨していこうと思います。本当に長くなりましたけれども、日本に帰ってきてからもう進む17年、海援隊道場、そして高見忍の海援隊道場、たくさんの応援ありがとうございました。本日はご来場誠にありがとうございました。